アッシュレイディオ。さあ始まりました。アッシュレイディオの時間です。おはようございます。さあ、今日も元気にやっていきましょうということで、さあやっていきましょうか。かき氷機を毎日やっている吉岡です。ほう。この前はフレンチトーストを作らせていただきまして、フレンチトーストは、耳を落として、卵と牛乳のあれにつけて蓋をして超弱火で焼くとふっくら焼けます。食パンから作ってんですか。はい。普通そうっすか、フレンチトーストって。はい。どういうことですか。フランスパン、フレンチトースト、あ、フレンチトーストか。あ、パンケーキはどうとおっしゃパンケーキはコストコのやつがうまいからな、あれ、粉のやつ欲しいな。さあ、そんな独り言はちょっと置いといていきたいと思います。この質問いきましょう。はじめまして、いつもアッシュレイディオ楽しく聞かせていただいており、はい、著書も読ませていただいておりますと。アシュラさんに今回の日ハムの中田翔選手の巨人無償トレードの件で質問させていきたいと思います。はいはいはい。今回の中田翔選手の暴行事件を起こし、巨人無償トレードという措置で出場停止という処分が解除になったことに対し、アシュラさんはどのようにお考えでしょうか。またもしアシャナさんが日ハムの監督、球団関係者などのような措置を、下していたでしょうか。今までの、中田翔選手の功績や犯した問題を照らし合わせると首脳陣の決断はとても難しいものではないかと思い、アシャナさんならどのような判断を下すのかとても気になりました。個人的な話にはなりますが、日ハムの栗山英樹監督、中田翔選手、アシャナさんの著書を読ませていただくほどお三方のファンであったことから、ぜひご回答いただきたく GM させていただきました。ぜひご回答いただけたら幸いです。いい質問ですね。という質問です。これは非常にですね、国民とビジネスのいい問題でしたね。要は中田翔っていう、はいはいはい、まあもともとそのヤンキー上がりのゴリゴリのプロ野球選手が、うん、まあもともと平成素行が悪くて、うん、でついに、チームメイトをボコったと、うん、ボコボコにしてそいつが脳震盪になっちゃったと、うん、でレギュラーの選手だったんですか、そのボコボコになった方も。ああ、そこまでちょっと詳しく分かんないです。まあ、っていうのも暴力行為もあったんで、うん、まあちょっと、まあ、ふざけんな、うん、って言って、まあ、ほぼだから首ですよね、うんうんうん、無期限の首みたいな話ですよね。になって、それを読売ジャイアンツが買ったわけですよ、うんうん、あ、それいらないの、じゃあもらうわっつってで試合でホームラン打ったって、うんうん、っていう、まあそんな話なんですけど、うんうんうん、まあ確かに国民が言うのは、なんかその暴力を犯したそういう選手が、うん、なんかその謹慎処分になってるのにおかしいみたいな話ではあるんですけど、うんうんうん、その社会の声っていうのとビジネスのルールっていうことだと思うんですよ、うんうん、ビジネス側っていうのは必ず白か黒で判断します、うん、消費者っていうのはあのグレーはブラックと判断します。言ってるわけです。で、ビジネスにおいてグレーはホワイトなんですよ。なるほど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 。例えばなんだろうな、やんない方がいいっていうのは、うん、法律としては OK ですか NG ですか。 OK なんですよ、うん、でも国民の意見、社会っていうのは、特に日本っていうのはやんない方がいいっていうのはもうブラックなんですよ。あー、で、ビジネスマンっていうのは必ずそれは合法なのか非合法なのかで判断するんですよ。うんうんうん。社会っていうのは社会がどうかで社会が判断するんですよ。はい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 。なるほどなるほど。だから裸で街を歩かない方がいい。うん。それはもうビジネスマンからしたら議論の余地ないです。うん。歩かない方がいいのか歩いた方がいいのか、もうそれはもう何も話したいのと一緒です。うん。歩いたら捕まるの、うん、捕まらないの、うん、捕まった場合にどれぐらい罪が重いの、うん、罰金なの、懲役なの、うん、執行猶予なの、あ、うん、執行猶予だったらまだいいんじゃない、うん、そういう判断になるわけです、ビジネスが。じゃあそれで今回の中田翔の話をすると、うん、中田翔がボコりましたと、うん、でそれが民事事件なのか刑事事件なのか分かんないですけど、うん、当事者同士で示談になってますと、うん、したらビジネスとしてはもう何もなかったのと一緒なんですよ。うんうんうん、社会としては何かありましたよ、うんうんうん、でも当事者同士で解決してるんだったらもう社会的にはもう何もないわけですよ。うん、でも
日ハムはビジネスとして、日ハムはどういう判断したかっていうと、社会の方を向いてビジネス的な判断をしたんです、うんうんうん、もうこいつは懲らしめます、うん、無期限の出場停止ですと、うん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 、で巨人がそこに、え、じゃあそれ行かないんだったらちょうだいよ、うん、で別に当時だと解決してるでしょ、法的には問題ないでしょ、だったらちょうだいよ、うんうん、で普通トレードとか移籍って多分移籍金とかかかりますよね、うん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 、でも日ハムはそれで金儲けをしてると思われたくないはって言って、あれ無償トレードでトレードですよ確かね、うんうん、トレードがなんかですよ、うん、だから巨人としては中田翔っていう客も呼べる、うん、で、能力もあるっていう選手を年俸以外の契約金ただでゲットしたんですよ、こんな美味しい買い物はないですよ、はいはいはい、だから買い物として巨人はめちゃめちゃいい買い物をしてます、そうだね、はい、あっていう特別条件である、うん、で中田翔も自分は巨人に拾われたと思ってるんで、うん、心からね、うん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 、だってそんな勇気を持っていい買い物をする、うん、自分を買ってくれる、うん、球団なんか巨人以外そんな勇気のある企業ないんじゃないですか、あの鍋常文化をやっぱついてるんで、はい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 、まさ、あ、儲かんだったらいいに決まったらバカかこの野郎っつって社会が何とか知らねえよっつってうんうんうん、うん、っていう DNA で勝ったわけですよ、うんうん、で中田翔もこれ頑張らなくてホームラン、うん、2発ぐらい打ちました、うん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 、もう今何発打ってるか分かんないですけど、うん、そういう感じだ、はい、あだからビジネスとしては巨人はもう大成功です、うん、で社会が何て言うかは僕はもう知らないですよ、うん、それは別に僕が判断してるわけないし、でもそのビジネスとしては巨人は大成功して、うん、日ハムとしてはまあ失敗とは言わないですけど、日ハムはまあメリットもデメリットもなかったんじゃないですかね。放出したことのデメリットはあったんじゃないですか。ないのか。いやないんじゃないですか。問題。だって放出するメリットが放出するメリットの方がでかいんじゃないですか。ああ、そっかそっかそっか。だってチームの雰囲気が悪くなってるから。うんうん、一回それをやっちゃったぐらいで多分ないですよ、うん、だからそれでもう無期限の出場停止ってことは、じゃ例えば阪神で当時全盛期の掛布とかね、うんうん、金本とかね、うん、矢野とか藤波とか、うん、藤波、うんうん、あ藤川か、藤川、藤川とかが、うん、なんか一発後輩をボコっちゃったで無期限の出場停止って多分ならないですよ、うん、でやっぱりその無期限の出場停止になるってことはそれまで多分いろいろなんか周りに良くない影響を与えたりとか、うん、そういうのあったんですよ、あっていう挙句それがあったんで、だからボコったのも初めてないですよ絶対、うん、何回かあったんですよ、うん、なんかあるから日ハムとしてはもうちょっといい加減にしてくれるっていう、うん、で試合に出なくていいうん、っていう判断をしたわけじゃないですか、シンプルに、うん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 、でしかも2軍だったんですね、ああそうですね、そうですね、確か、うん、で巨人は1軍出したわけです、うん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 、でしかもなんか結構いい打順が当たってるわけですよ、うん、だから日ハムとしてはあのデメリットはないですよ、うーんかといってメリットもないです、うん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 、なんか迷惑な社員をクビにしたっていう、うん、なるほど、人間関係をこう、そうそうそう、でそこを巨人はちゃんと日ハムを敵にして、うん、いや日ハムだと冷たいよね、俺たちもウェルカム、ウェルカム中島さんも紹介するよって言ってるわけじゃないですか、うーんそうですね、ただ中田翔の契約が何年契約かにもよりますけどね、あ多分ですけど契約期短いんじゃないですか、ね、うーん一時的な、うん、あだってあれでジャイアンツは相当儲かれますよ、うん、ビジネスとして、うん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 、勝つ勝たない以上に、はいはいはい、もうお客さんも集客もできるし、うん、確かにな、だって中田翔の10番はちょっと見たいじゃないですか、阿部がつけてたね、はい、だって清原がもう一回打席に立ってたけどもうめちゃめちゃ超前だよ、それはやばいっすね、はい、あそれはやばいな、確かに、だからまあビジネスとしては巨人に軍配が上がったかも、でアンチの人たちが騒げば下がるほど巨人が儲かる、うん、注目が集まった、うん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 、
だツイッターのトレンドなんかすごいんじゃないですか。うん、長嶋とか目標人とか中田翔とかホームランとかも、ね、それだけで宣伝効果がすごいですね。そうそうそう、いや素晴らしいと思います。素晴らしい。じゃあ次の質問いきましょう。ビーツの人たちは、人を喜ばせるとよく言うと思うのですが、僕もそれを実践しようとしているのですが、喜ばせるためにはお金が必要だと最近感じています。お金がある人しか喜ばせることはできないのでしょうか。喜ばせるから稼げるは理解できるのですが、喜ばせるためにはまず稼ぐ必要があるというパラドックスに陥っています。ご解説よろしくお願いします。いい質問ですね。借金しろってことですね。今彼は言いましたよ、なんで言ったかっていうと、喜ばせることができるんだったら稼げると。でもそもそも喜ばせる金がない。もう一回言いますよ、逆に言ったら喜ばせることができる金があるんだったら稼げるって彼は言ってるわけですよ。はい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 。一番借金したいじゃないですか。1億借金したいですよ。どんなこともできるわけじゃないですか。1億借金して喜ばせて1億以上稼いだらいいんじゃないですか。っていうだけの話です。はあ。だから日本には銀行があるんですよ。っていう素晴らしい制度があるんです。そうかそうかそうか。でもいざ自分が本当に借金するってなると、100万借りても、100万でいろんな人を喜ばせて100万以上に返ってくるかなっていうのは不安になるわけですよ。なりますね。ってことは喜ばせられてないじゃないですか。そうですね。っていうことなんですよ。あ、だからその考えが甘いです。喜ばせるってことは。金があったら喜ばせられる。本当かっていう。金があっても喜ばせられない人ばっかりですよ。あ、金があったら喜ばせられる人は金がない時から喜ばせられます。なるほど。で、金があったらもっと喜ばせられます。じゃあそもそもだからお金があったら喜ばせられるのにっていうのがもうちょっと違うんだね。いやいや、それは合ってますよ。あ、それは合ってる。はい。それが本当だったらね。でも本当に喜ばすことができる人はお金があるなしに関わらず喜ばすことができるっていう。まあお金があったらもっと喜ばせられるっていう。お金がなかったらどう喜ばせていいか分かんないっていう感じなんですかね。喜ばせるってなんかもう何かをなんか与えるっていう思考になってるんですかね。いや、なんだろうな、そのお金を使って人を喜ばせるってのは簡単なんです。それは何のアイデアもないですよ。なんか買ってきましたみたいな話ですかね。例えばそれ何のアイデアもないよな。だってお金を使って喜ばせたら、じゃあ吉岡さん1万円あげますよ。はい、じゃあ皆さんここにいる方、このじゃあ渋谷駅の周辺の方、皆さん集まってください、1万円あげますよって言ったら何人か集まってくるんですか。そうですね。それって集まってきてお金渡すじゃないですか。1万円減りません？減りますね。減ります、減ります。これ何ですか。1万円あげて終わりですね。はい、だからそれは商売じゃないんですよ。はい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 、はい、それ喜ばせてないです。喜ばせるっていうのは相手が1万円払ってでも嬉しいっていう状態が人を喜ばせるの最高峰ですよ。はい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 。渋谷の真ん中に立ってたら1万円をおひねりでくれる、これが喜ばせることですよ。でもみんな勘違いしてるんですよ。自分が1万円渡したら喜んでもらえる。それはもう、なんだろう、一番底辺の人の喜ばせ方。なるほどなるほど。それはどちらかというと喜ばせるんじゃなくて自分が嬉しいんですよ。うん、金やるよって言ったら人が集まってくる。で、結局自分が喜んでるんですよ。あー、そういうことか。金あげる、普通になんか人と話したら俺友達いないんだけど、なんか金やるよって言ったら100人集まってきたんだよねっていうのが嬉しいんですよ、自分が。あー、自分を喜ばせるために1万円使ってるんですよ。
ういうことだ、うん、人を喜ばせてるんじゃなくて自分を喜ばせてるんだ、それは。そうそうそう、あ、金払ってるじゃん、あなたが一番、うんうん、だからお金配りとかも僕はすごく反対なんですけど、あれはフォロワーが増えてリツイートされて喜ぶ以外のないですよ。うん、っていう感じですね。だからやっぱり人を喜ばせる、人を喜ばせるってことの最高峰は自分を喜ばせてくれる人がいるっていうことだと思うんですよね。自分を喜ばせてくれる人がいる、うん、じゃあ例えば男の人と女の人がいて、うん、女の人がめっちゃ美味しい、こんなとこ初めて来た、うん、って言ったら、うん、っていう絵想像できます、うんうんうん、お寿司屋さんでもいいです、うんうん、すごい素敵なお寿司さん、こんなとこ私初めて来た、うん、お会計どっちが払います？男。2人とも同じ飯を食って男が金払うじゃないですか、女性が一番儲かってるじゃないですか、だからその女性が一番のビジネスマンです。ってことはその女性が一番人を喜ばせてるってことです。はい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 、一番喜ばせてるのは寿司屋、うん、次に喜ばせてるのは女性、うん、最後は男性です。あーはいはいはい、意味わかります。うん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 、どっからどこにお金が動いて、どっからどこにお金が出ていってんのかって、うん、1人1万円になったら、うん、男は2万円払ってるんですよ、うん、女性は1円も払ってないです。払ってないですね、うん、あと男は2万円払って1、うん、2万円の寿司を食ってます、うん、女性は0円で1、2万円の寿司を食ってます、うん、寿司屋の対象は寿司を食ってないけど2万円もらってます、うん、寿司屋が一番儲かるじゃないですか、うん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 、これが商売じゃないですか。うーん、そうですね。でもバカなやつは10人ぐらいみんな連れてって、うん、ああお前ら食え食え食えっつって、うん、で10万払うんですよ、うん、じゃあその人一番損してるじゃないですか。うん、そうですね。で残りの9人の人は、うん、儲かって、うん、一番儲かったのは寿司屋の大将が儲かったんです。寿司屋の大将はそういう人が来る店を作るんですよ。うん、そういう人が何回も通ってくれる店を作るっていうことが喜ばせることじゃないですか、うん、はい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 、はい、なるほど。でここに来た連れてこられた9人の人たちは、うん、もう一回こういうところに連れてもら来てもらえるようによろ喜んで食うっていうのが彼らがやるべきことなんですよ。うまいっすねこれ、うんうん、うわマジ最高っすっていうだけなんですよ。あここでノーリアクションで寿司食ったやつが一番ダメです。でこの全員分のお金を払うこのボスみたいな人はどうやってここで赤を切ってるように見せてビジネスで儲けるかっていうことをどうしたら考えるんですか。うん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 、っていうのがビジネス。はい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 、この構造を理解できないと、うん、だからこれでもしビジネスじゃやってない人が、うん、ただ自分がみんなに飯を食わせたいっていうだけで、うん、10万円払ったらただの赤字じゃないですか。そうですね、そうですね。今のは経済の本質でした。ありがとうございました。